シーモア・クレイ、シーモア・ロジャー・クレイ、シーモア・ロジャー・クレイ、1925年9月28日から1996年10月5日は、アメリカ合衆国の電気工学者で、スーパーコンピュータの設計者であり、クレイリサーチ社を設立した人物、スーパーコンピュータの父と称され、スーパーコンピュータ市場を生み出した人物とされている。ヒューレット・パッカードの CTO、 ジョエル・バーンバウムはクレイについて次のように述べている。クレイは1925年にウィスコンシン州チペワフォールズに生まれた。彼の父は技師で科学技術へのクレイの興味を育んだ。10代の初めにはアメリカの組み立て玩具エレクターセットの部品を使って穴の開いた紙テープからモールス符号ーに変換する道具を作ることができた。地下室はクレイの 研究室として与えられた。クレイは1943年に高校を卒業すると無線技師として第二次世界大戦のために徴兵された。彼はまずヨーロッパ戦線で働き、その後太平洋戦線に回された。そこで彼は日本の暗号の解読に従事している。彼は帰国するとミネソタ大学で学び、電気工学の工学士として1950年に 卒業した。また、1951年には、応用数学の修士課程も修了している。1950年に、クレイは、ミネソタ州セントポールで、エンジニアリングリサーチアソシエーツ社に就職した。エラーの前身は、暗号解読マシンを開発したアメリカ海軍の研究グルーであり、要請があればその手の仕事も受け負っていた。クレイは、 即座にデジタルコンピュータ技術についてのエキスパートとなり、最初の商業的に成功した科学技術計算用コンピューエラ1103を設計した。1950年代の初期にエラがレミントンランド社、さらにスペリー社によって買い取られた時も彼はエラに残っていた。新たにスペリーランド社が結成され、エラはそのユニバック事業部門の科学技術コンピューティング部門になった。 しかし1957年科学技術コンピューティング部門が段階的に廃止されると多くの従業員は退職しコントロールデータコーポレーション社を立ち上げた。クレイもそれにすぐに続きたかったのだが海軍向けのプロジェクトに参加していてまだ完了していなかったためウィリアム・ノリスはクレイの参加を断っている。ただし同時にノリスは クレーとの良い関係を維持したいとも思っていた。そのプロジェクトネーバルタクティカルデータシステム、海軍戦術データシステムは、翌年早くに完了し、クレーは即座に退職して CDC に移った。1960年、彼は CDC1604 の設計を完了した。これは、エラ1103を改良して、価格を低減したもので、その価格帯ではズバ抜けた性能を誇っていた。 CDG1604 が1960年に出荷されようとしていた頃、クレイはその後継の CDG6600 の設計に取り掛かっていた。ハードウェアの面で6600は最先端ではなかったが、クレイは可能な限り高速化するよう注力した。多くの最高レベルのプロジェクトと違って、クレイは性能は単にプロセッサの速度だけで決まるのではないと気づいた。 つまり、プロセッサに対して処理すべきデータを途切れずに供給するように入出力の帯域幅を最大化する必要があった。彼は後に誰でも高速な CPU を設計することはできる。問題はシステムを高速化することだと述べている。6600は最初の商用スーパーコンピュータであり、当時のどんなマシンよりも大幅に性能が優れていた。効果ではあったが、 当時はスーパーコンピュータの市場には他に誰も参入して怒ったのである。IBM が同等性能のマシンを開発しようとした時、クレイは5倍の性能の CDC7600 をリリースすることによってハードルをさらに高くした。この頃、クレイは CDC 上層部からの干渉に徐々に我慢できなくなってきていた。クレイは常に 最小限の管理オーバーヘッドで完全に静かな作業環境を要求した。しかし会社が発展するにつれて彼は絶えず上司に仕事の邪魔をされるようになっていると感じた。クレイによれば上司である中間管理職者はクレイを見込み客に合わせて反則の道具して使う以外に何もしなかったという。クレイは開発を続けるにはセントポールから10分に離れた場所に移るのが良いと。 考えた。すなわち、ちょっと立ち寄るには遠すぎて、長距離電話を頻繁にかけるのもコスト的に難しく、逆にクレイが取締役会議に参加するにはそれほど困難でない場所を想定したのである。議論の末にノリスはクレイを支持し、故郷のチペワフォールズにクレイが所有していた土地に新しい研究所を設置した。この移転の理由の一部としてクレイが 核戦争を心配し、ミネアポリス、セントポールとは、川の対岸に位置するが非常に危険だと考えていたことも関係している。彼は新たな CDC の研究所から数百ヤード離れた場所に自分の家を建てたが、それには大きな核シェルターが備え付けられていた。新しいチペンは研究所が稼働し始めたのは7600のプロジェクトの最中だったが、 プロジェクトに遅延は見られなかった。7600が出荷されると、彼は後継の CDC8600 の開発を開始した。このプロジェクトによって、CDC での彼のサクセスストーリーは1972年に終わることになった。6600と7600は最終的には大成功であったが、それらの設計段階では、会社は倒産寸前にまで追い詰められた。 8600の時も同様の事態に達した頃、クレイは設計を一からやり直すことに決めた。この時はノリスは危険を犯さなかった。社内のもう一つのプロジェクト CDC スター -100 はうまく進行しているように思われた。ノリスはスターが出荷されるまでクレイのプロジェクトは予算をほとんど削ることを申し入れたが、クレイはこの条件に納得せず会社を辞めたのである。 分割はかなり有効的に行われ、クレイリサーチが同じチペワで新たな研究所を開設したとき、ノリスは30万ドルを立ち上げ資金として投資した。CDC の組織のように、クレイの研究開発部門はチペワホールズを本拠地とし、ビジネス本部はミネアポリスに置いた。CDC と違って、製造部門もまたチペワホールズにあった。当初、 新しい会社が正確には何をするべきかわからなかった。今では大企業の CDC が2つのプロジェクトを実行できなかったというのに、新しいコンピュータを開発する方法があると思えなかったのである。しかし、資金調達を担当している社長が投資家を探すためにウォール街に旅行した時に、彼はクレイの評判が非常によく知られていることを知って驚いていた。 市場で苦労することなく、財界は心よく、クレイに新しいマシンを開発するのに十分すぎる資金を提供した。数年の開発の後、1976年にその最初の製品がクレイマイナス -1 としてリリースされた。従来のクレイの設計と同様、クレイマイナス -1 はプロセッサ単体ではなく、コンピュータ全体が高速となるように設した。リリース時、 資金問題で8600を葬ったスター -100 を含めて、クレイ -1 は、性能においてほとんど全てのマシンを容易に打ち破った。同じレベルで実行することができる、唯一のマシンは、エレック4であったが、これは、非常に特殊なタスク以外では、最大性能を発揮できない特殊なマシンである。クレイ -1 は、市場において大きく、他を引き離した。 シリアル番号001番は1976年にロスアラモス国立研究所に課されて、その夏に最初の完全なシステムが880万ドルでウンカーに売られた。会社の初めの予測では CDC 時代からの同様なマシンの販売実績に基づいて1ダース程度のマシンが売れると思われたが、結局100台以上のクレイマイナス1が売れ、会社は大成功を収めた。 サイドの成功はそんなに簡単でなかった。彼がクレイマイナス2に取り組む間、他のチームは4プロセッサーのクレイ XMP を出荷した。それは莫大な成功を収めた。クレイマイナス2が6年の開発を経て、ついにリリースされた時、それは主として非常に高速なメモリのおかげで、XMP より若干高速なだけであったため、わずかに売れただけだった。 クレイマイナス3プロジェクトが始まると、彼は自身が日常的な業務にあまりにも多く、煩わされていることに再び気づいた。設計に専念するために、クレイはクレイリサーチ社の CEO の地位を1980年に自して自身を独立した契約技術者の立場に置いた。彼は、ムカーの近くのコロラドスプリングスにクレイラボラトリーズを置き、そこで活動を再開した。 1989年、クレイはクレイ -3 の開発にあたってまたも困難に直面する。クレイ -2 の高速メモリを XMP に使ったアップグレード版の開発が並行して順調に進行中であり、経営陣は再度2つのプロジェクトと限られた予算に直面した。彼らは結局より安全な方を採用し、クレイ YMP をリリースした。 クレイはコロラドスプリングスの研究所をスピンオフさせてクレイコンピュータを設立しクレイマイナス3プロジェクトを続行することにした。5 0 0ヘルツのクレイマイナス3はクレイの2番目の大きな間違いを証明した。彼は最も新しいマシンで10倍の性能を可能とするためにガリウムヒ素半導体を使って製作することを決めた。以前ならクレイは 先端技術を採用するのを避け、よく知られた解決策を採用して高速なマシンを設計していた。しかし今回、クレイはチップの中身まで含めマシン全体を開発しようと、しいた。それにもかかわらず、チームはマシンを稼働させ、ムカーで最初のマシンをインストールした。マシンはまだ本質的にプロトタイプであり、会社はそれを設計のデバッグに使っていた。この頃、 多くの超並列マシンが、クレイマイナス3が叶なわない、価格性能比で市場に参入してきた。クレイはそれらを、力づくと呼び、1GHz で動作するクレイマイナス4の設計を、開始して、価格を問わず正面で打ちまかそうとした。1995年、クレイマイナス3は全く売れず、冷戦の終結の影響で、開発資金を返せるほどクレイマイナス4が売れることは、 望めなくなった。会社は資金を使い果たし、破産を申請しなければならなかった。クレイは、長平列の手法を高速コンピューティングに使用することに抵抗を示し、それが一つの非常に高速なプロセッサにはかなわない、理由をいくつも述べた。彼の有名な言葉として、畑を耕す時どっちを使うかね、二頭の強い牛か、千二十四羽の鳥か、という皮肉がある。 しかし90年代半ばまでに並列化の流れは、ますます抑えられなくなり、最新のコンパイラ技術によって、超並列マシン向けのプログラム開発も困難では、なくなってきた。クレイは、新しい会社 SRC コンピュータを設立し、彼自身の超並列マシンの設計を開始した。その新たな設計では、クレイは並列マシンの設計でのボトルネックである。 通信とメモリ性能の前に注力したが、自動車事故による突然の死で設計は途中で中止されることになった。その後、SRC コンピュータは最高性可能コンピューティングに特化した企業へと変化していった。クレイは自身の設計哲学の要点として2点を挙げていた。それは、熱の除去と全ての信号がある場所に確実に同時に到達するようにすることである。 彼の設計したコンピュータには常に冷却装置が装備されており、冷媒を筐体内にパイプで通し、基板と基板の間に挟んだ金属板にその冷気が伝わるようにしたり、システムを冷媒に浸したりした。クレイ自身が語ったところによれば、冷却装置をシステムに組み込めば、冷却をオプション扱いしなくて済み、常に高速にコンピュータを稼働できることかなり初期から気づいていたという。 クレイは、クロックス級問題に対処するため、すべての信号の電気的経路長を同じになるようにし、信号が同時に必要な各所に届くように注意した。必要とあれば信号経路を基板上で延々と引いて、長さを調整し、特には、マクスウェルの方程式を設計に利用して、高周波の電磁的影響によって、信号速度が変化しないように注意した。 クレイマイナス -1 の設計にどんなカナダドルツールを使ったかを聞かれ、クレイは方眼紙と H の鉛筆が好みだと答えた。クレイはマス目があまり目立たないということで方眼紙を裏返して使うことを勧めた。アップルコンピュータが次のマッキントッシュの設計のためにクレイのマシンを購入したという話を聞かされた際、クレイは次のマシンの設計のためのマッキントッシュを買った。 ところだとコメントしたという。計算機の設計以外では、クレイは簡素な人生を送った。彼はパブリシティを避けた人物であるが、仕事以外の彼の人生については多くの異常な物語がある。彼はスキー、ウィンドサーフィン、テニス等のスポーツを楽しんだ。別の趣味として、彼は家の下にトンネルを掘っていた。ある時彼は成功の秘密は、 エルフと話したことだと語った。トンネルを掘っていたら、エルフたちがよく現れて、問題の解決策を教えてくれたのさと言ったことがある。1996年10月5日に、自動車事故による負傷が元で死去した。71歳。彼の SUV は、コロラドスプリングスの週間高速道路25号線で、追い越そうとした別の車に衝突された。 クレイは9月22日以降ずっと入院していて、その日に退院したところだった。彼が運転していたジープチェロキーは3回横転した。相手側の不注意が原因とされたが、加害者側はほとんど無傷だった。1996年、クレイリサーチはシリコングラフィックスに買収され、後にその部門はテラコンピューターカンパニーと合併し、クレイ社となった。 シーモアクレイ賞は IEE コンピューターソサイティの運営する賞である。1997年に創設された。シーモアクレイの創造精神をよく継承しているとみなされた高性能計算システムの発展に革的貢献をしたものを表彰し、クリスタルの記念品と賞状と賞金1万ドルが贈られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。